はい、ということで皆さんこんばんは、リージョです。今回はですね、こちらハブオブドリームズっていうゲームで遊んでいこうかなと思います。こちらですね、あの視聴者さんからちょっとコメントが何件か届いていて、レインボーフレンズとドアーズが同時に遊べますというようなゲームみたいです。どっちもできるっぽいね。プレイエントランス、ドアーズフロア2と、でこっちがプレイレインボーフレンズ2ということで、どっちもできるみたいなので、どっちも遊びます。でエントランスっていうのが数週間前に上げてるんですよ。僕があの実家に帰省する前に上げてる、あのドアーズのファンメイドのゲームがすごくクオリティ高いよみたいな上げてるじゃないですか。そのマップにアップデが入ってレインボーフレンズが追加されたみたいな流れみたいですね。エントランス自体もニューアップデートって書いてるから、まあこっちも後半遊んでいきましょう。前半がレインボーフレンズ、後半がドアーズで遊んでいきたいかなと思いますので、よかったら皆さん高評価とコメントたくさんお待ちしております。じゃあ皆さん、まずはレインボーフレンズからやっていきますね。あ、こんな感じなんだ。なんかさ、あ、列車の中にこう埋まっていったみたいな感じなんだけど。あ、出た。こんな感じなんだ。マックス12プレイヤーズでできると。よーし、みんな、やっと入れたわ。まずは皆さん、レインボーフレンズチャプター2やっていこう。これね、多分12人集まらないと始まらないんかな。あの、ずーっと待ってた。なかなか始まらなかったんですけども、ようやく始まりました。これ、日本語訳されてるっぽいな。始まったわ。あ、ちゃんとしてるやん。なるほど、やっぱチャプター2だから、あの出ましたところだね。はいはい、こんな感じの始まり方なんや。もうこれ動けるのこれ。 I can believe that な、なに？今起きたことが信じられない。ただオッドワールドに行ってこんなことを忘れるべき。やっぱさ、チャプター2みんなオッドワールドっていうね、奇妙な世界だから、あの遊園地に行くっていう流れなんかな。まあ、そこはなんかどのチャプター2も変わらんって感じやな。奇妙な世界がすぐ目の前にあるようだって。おー、すごい、ちゃんとしてる、マジで。あ、あれや、ここの人、わかるわかるだよ。彼らはここで寝ないほど賢いと思っていただろう。まあ何日も起きていられるわけではないからね。こいつあれだよね、チャプター1の最後に出てきたやつだよね。そろそろチャプター出してもええんちゃうのこれ。不幸にも寝ている間に誰かがポーションをあげました。今は仕事をしている。あ、敵にポーションを渡して強化したってことかな。リファクターラボ、研究室かなんかのポーションを飲ませたみたいなこと言っとるわ。きたー。キーカードをまず集めていかんらしいわ。で、この遊園地なんだね。これ誰が出てくるんやろうね、このチャプター2ね。じゃあ皆さん、キーカードをね、20種類集めていきましょう。これでもこれ、海外に来とかがさ、バンバンやっちゃうんじゃないんかな。オッケー。あ、これはこれはみんなほら、キーカード。こうやつ集めればいいんだ。あ、一人一枚までしか持ってない。よくできてるね。チャプター1かなんかはさ、もう一気に5個か6個ぐらい。何の音だ？どうしたなんで縄で繋がれとるんや。うん、クールキット？なんで部屋に入れられたんだお前。なんでだよ。どういうこと？え、どういうこと？プレイヤーを入れるって。なんか縄かなんかで縛られてたけどね。キーカード。はい、オッケー、入れた。これ、プレイヤー同士で戦ってるってこと？これ、プレイヤーが縄かなんかで縛り付けることによって、なんかできるってことなんかな。まあ、ようわからんけど、俺には。いや、とりあえずキーカード集めて、中入っていくか。あ、ここにもあるわ、キーカード。でも1枚ずつしか持てないんで、これ持ち帰るね。ほら、また部屋に入れられましたってなってる。え、これ大丈夫だろ、これ。ほら、縄で縛られてる。これなんで何してんの、これ。あ、縄持ってる、縄。あ、捕まった。なになにえ、これなんだろ、これ。どういうことだろ。でもカードキーはあと2枚でいけるわ。これどういうゲームなの。これあれなの、ブルーとかは出てこないってこと。あ、死亡したわ、プレイヤー。だから制限時間内にこれ助けられなかったら死亡ってこと。ほら、死んだ、ちょ、待って、やばくないじゃん、俺、普通に。ヘルプって、俺も助けて、ちょっと待って、ヘルプミ、あ、セーフ。奇妙な世界は起こりすぎたことによって閉鎖されました。これ、なんなんだろうね、これ。一応、助かったのか、これ。あ、死んだ。まさかの一人なんだけど。待って、え、一人の場合どうなんの？ほら、あなたはレッドの助手です、つってるわ。なるへそ。じゃあ、レッドってやつがやっぱ出てくるんちゃう？で、プレイヤーをここに閉じ込めれば倒せるってことか。でもあれなんですよ、皆さん。今回助手になったんだけど、他のプレイヤーがいねえからよ。もうこれ俺一人でやるしかないんやて。え、この場合どうなんの？あれ？うん、ダメだこりゃ。さあ皆さん、こっから未知の世界なんで、ちょっと見ていきましょう、映像。奇妙な世界は起こりすぎたことによって閉鎖されました。観覧車は閉鎖されたってことだね。あ、遊園地か。遊園地は閉鎖されたってことだね。あー、冗談じゃない。ここを出るにはキーカードが足りないから出られないんだよ。あ、なるほど。どっちにしても閉鎖されてるから、意味ないってことか。
でもはい、理事長が喋ってますよ。今は眠らなければならないんだけど、明日の夜は全ての入り口のロックを解除するためのカードを見つけようだって。あ、なるほど、1日ここで休んでたってことだね。そしたらほら、ベッドルーム、これ寝てたわけか。聞いてくれみんな、レッドが工場の別の場所に閉じ込めてしまったんだ。彼は歩き回っている。あ、ついに皆さんレッド出てくるみたいですよ。これ誰なんだろうな。あとね、これね、ブラックホールみたいなね。ということで始めました。ここははちゃめちゃだ。ここで何ができるか見てみよっか。ということで、ほら、お前とは一緒にいられないオスワードという感じで、次は何を集めればいいんですかね。ちょっとエリアをとりあえず探索してみるわ。ほら、こんな感じでハンマーを取っていかないといけないのかな。ほら、研究室だよね。研究室でほら、大量のハンマーがあるから、ハンマーでぶっ壊すんだ、出口をね。で、うわ、いるわ、レッドだ、レッド。お前全然襲ってこんじゃねえか。お前意味あんの、これ。いる意味ある、なくない。え、なんかすごい、マップはねちゃんとできてるわ。あとね、これ BGM 消してるんですけど、 BGM のクオリティ高い。レインボーフレンズはたくさんいる。重要、人間は赤い研究所に移動した。雨の中でも友達が待っているのを確認しようだって。えい、こんにちは、レッツ。うん、攻撃してこいよ、お前。お前見とくだけか、お前。何もできんのか、お前。引っかかった、引っかかった。あ、あったあった、ハンマーあった、ハンマーあった。ここに持っていけばいいかな。まだ2つ3つあるぞ、これ。扉開けて、うわ、ここにもハンマーあるで、大量に。これまだまだ終わりそうにないね。さあ、こっちの方から回っていきますか。さあ、これ出口あんのかな。あ、こっちはいけないんだ。デッドエンド。これ終わりってことですね。あ、終わった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 。いけたんや。何？ゲーム機がたくさんあって、なんだ？なんかずっと板を掴むってあるんだけど、なんだろ、次多分板かな、多分。レッド、敬礼しとるで。お前、実はいいやつなんじゃない？で、俺ら襲ってこんかったじゃん。やつを出してはいけない。ここを止めておくためのプランを見つけないといけないぞ、だって。次は？板か、板。多分、板を見つけて、その板で閉じ込めればええんや。オッケー。じゃ、この板使います。板を使って閉じ込めるよ。レッドが出てこないようにするんだね。ほら、暴走してるもん、レッドが。ほら、うん、レッドめちゃくそ暴走しとるで。青目と赤目みたいな。どういうことなんだろう、進化系か。で、あ、メインの混乱、メインホール、板あるかな。あった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 。とにかく、じゃあ板をいっぱい持っていこう、これ。オッケー、早く持っていってあげる。よし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 。あ、なるほど、ほら、時間経過で板が壊れていってるわ。ずーっと板を集め続けていかんだよ、ほら。じゃあ、バンバン板持ってこんといかへんや。あ、オッケー、でどういけた？もう少し持ちこたえろ、だって。オッケーオッケー。で、同じところからさ、ほら、板を何回も持ってきて設置するしかないね。どう？そこにいるよ。いや、どういうことや、どういうことや、何言ってんだ。いけた、ナイス。どう？君たちは本当に今僕の神経をすり抜けているね。どういうこと？怒らせてるってこと？どういうことだ？友達は誰も神経質にはならないんだ。どういうことだ？ちょっと音上げるか、みんな。うえーい、生き残った。簡単だったね。そんなに難しくなかったですね。レッドが一切襲ってこないっていうね、どういう意味が分かんないですね。はい、皆さん、次はね、ドアーズですね、やっていこうかなと思います。一人だけだね。じゃあソロで行こっか。これね、あれだね、前回とはちょっと変わってるね。ちょっとね、もしかしたら中身も変わってるかもしれないんで、確認していきましょう。さあ、皆さん、行きますか。やっていきましょう。これアニメーション来るんかな？あ、ないね。さあ、見た感じですね、前回やったやつとは変わらなそうだけど、まあ、ここら辺が変わってんのか。ちょっとなんか、画像が変わってるって感じかな。まあ、とりあえず、まあ、バンバン行きますわ。101からスタートですね。変わってるわ。違う。なんかみんな地形が変わってる。あ、全然違うわ。進化してる感じだね、前回のエントランスよりも。前回確か4パターンぐらいしかなかったの、部屋が。それからね、まあ、1ヶ月ぐらい経つと、さすがにやっぱ進化するってことですね。 100？ あれ、今101じゃなかったっけ。 100？ あ、100なんだ。行きましょう。これ敵いつ出てくるのかな、怖いね。あれ、また 101？ あれ、さっき 100？ あれ違かったっけ。気のせいですね。行きましょう。あ、ここは一緒だ。拾います、ビタミン。で、これあれなんよ、これアイテム拾ったらたまーに敵が出てくるんよね。まあ、それもちょっと見せていこっか。あ、これ暗闇だ、暗闇。暗闇だから、プシューが来るんじゃないの、プシューが。でも、前回の動画の時、何これ、ハート。ハートって何これ。これ初めて見たんだけど、これ回復アイテムかな。オッケー、タイマーズ。
こういうことです皆さん。今みたいな感じでいきなり敵が出てくるのでダメージを食らっちゃうと、その場合は回復をしましょうという感じかな。あとビタミンはこれ多分敵から逃げる時やろうね。よし、バンバン行くよ。あ、これドアーズっぽい。この部屋なかったよね前回ね。はい、105106と、これまっすぐ行くだけかな。多分暗闇はね、何これ、来るってこと、来るってこと、何これ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 、え、こいつ何、え、ダメージ食らわないの、何何何これ何何何何、なんか上めっちゃなんかなってるんやけど、なんか今まで見たことないような敵がいるね。よし、この上待って、これ来る、これ来る、絶対来る、何何ね、これわかんない、これなんだこれ、あ、危ない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 、今敵だったのか、やっぱ敵だったのか、やっぱり絶対今敵だったよね、危ない、おい、なんかちげーって敵が来るタイミングがよ、この前やったやつと全く別ゲーじゃねえかよこれ。あ、これまた来るわ、また来るわ、また来る、隠れとくよこれ、あら、ここ隠れとくよ、ちょ、タイマス掴んどくわ、タイマス持っとくわ、来るよ、多分来るよ、来るよ、はい、来ました、うるせえな音な、もう来ないかな、ボケ、怖っマジで。青いやつってなんだっけ、本家にいたっけな、ちょっと記憶にはないけどね。何何、ガラス割れたって今、これ問題はみんなボスだよボス、これちゃんとボスクリアできんのか、これ難しくなってるんじゃねえだろうな、俺やっぱこれ動画班召喚しとけばよかったか、今思えば。何何何、え、何何、あ、びっくりした、びっくりした、何何何、え、お前誰、なんだろう、なんだ、意味が分かんない、意味が分かんない、なんか2個ずつクストボスさせんの、どういうこと、来た来た来た、クエスチョンクエスチョンクエスチョン、多分これボス戦だよね確か、あれあれ、お、え、変わってない、やっぱりな、なんかやっぱ変わってるよね、前回と違うよねやっぱり。ちょっと待って、一応音下げるわみんな、ちょっと一応音下げていきますね。何これ、え、知らない、 What? 来てしまった、なんなんだよこれ、前回と全然ちゃうやん、でもなんか本家のドワーズっぽい、これどっちだ、こっちか、こっちか、こっちや、こっち、やらかした、やらかした、やらかした、逆行っちゃった、逆行っちゃった、進め進め進め、こっち左、待って、みんなこっからミスらなかったら大丈夫だから、落ち着いていきましょう、おーしよしよし、まっすぐ行くだけか、この木箱動いてこない、走れ走れ走れ、こっちかな、痛い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 、こうこうで、はい、こうで、あー危ない、はい、走って走って、おーしよし、出口出口出口、あった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 、うえーい。星って何？星って。おい、見たことねえぞ。ドワーズの星ってなんで、ゼロとかじゃなかったっけ前回。全く別物じゃねえかよ。まさかの星ですよ。行きましょう。全然違う。なんだこれ、なんか全く別の部屋出てきて、これ多分落ちたら死ぬんやろうな。オッケー、138行きましょう。あ、違うわ、全然。中盤から後半にかけてで変わってるな。なんか増えたイメージやね、やっぱ部屋がね。これ面白いじゃないか、これ。皆さん、一発クリア行きましょう。僕の手にかかればね、皆さん、一発でクリアしますよ。皆さん、大船に乗ったつもりで、この動画最後まで視聴ありがとうございます。ということでですね、はい。相変わらず、滑舌は悪いということで、まあ、それはね、このね、イケボーでカバーしましょう、カバーで。よくリリチョさん、イケボーですねって言われるんで、まあ、こういうのはね、この実況力とか、このね、イケボーな感じでカバーしていきましょう。これで噛んでも大丈夫っていうね。相対効果みたいな感じやな。オッケー、完璧。一人でドワーズ実況するのもいいですね。いつも動画班がいいのね。動画班とかとわちゃわちゃしながらやるんですけど、まあ、意外に皆さんあれなんですよ。一人で実況撮ってくださいみたいな。何これ？何これ？何これ？ん？なんだこれ？確か、これ。あれ？あ、これ音が鳴った時に止まらんといかんねや。まあ、これで復活しろ、お前、これで。このハートで復活しろ、お前。嘘でしょ、もう靴だけ浮いてるもん。あ、なんで復活できないんだ、蘇生モードなんでねえんだ、もう一回やらせるんだよ俺。みんな、俺ハードモードやってみるわ。ヌーブがあれば
うん、こんなの無理ですよ皆さん。こんなの人間がやるゲームじゃねえよお前。だってお前入った瞬間死んだよ。ハードモードってこんな難しいの？戻したぞみんな。任せろ俺に。次こそクリアする、必ず見といて。止まっとけばいいよこの時。でもほらこれが多分ビョーンってビームなんよ、この音が。これが終わったら進んでいいってことやろ。オッケー、任せろって。来る、ほら来る。はい、ここで待機。確かあれだよね、目の前のやつを倒すとかやった気がするんよね。ほらこいつこいつこいつ、こいつを確か倒さんといかんのよ。でクラフトするんよねこっちで。ほらこれをまず作らんといかん。クラフトして槍で倒すみたいな感じだったはず。一回止まるわみんな。オッケー、止まって動きます。これ刺せるんかな、ほら刺す。くらえ。これ一発でいいんやったっけ。はい、オッケー。はい、ぶっ刺した。これでいけるんか。3本の槍つってるわ。まだ集めないといけないの。じゃあまだいけないのかな。どうなんだろう。あー、まだダメだ、まだダメだ。ちょっとまだ集めないといかんらしいわ。ちょっと集めてくるわ。またうそでしょ。え、今のもダメなの。え、今のもダメなん。皆さん、これラストバトル、これ海外に来と攻略します。これあのパーティーで12人までできるみたいなんで、もうこう大人数で行くわ。もうとりあえずあそこまで到達できれば、誰かしらが2人か3人ぐらい、そしたらもうさすがにクリアできるでしょう。視聴者の皆さんいいですか、左を見てもらったら分かるんですけど、全滅しちゃったんだけどちょっと待っていや海外力12人おったやん。いや、なんでや、意味がわからんやろ。ここ攻略しやすいために海外に来と一緒にやったのによ。結局誰もおらんなっとるやんけ。おい、ふざけんな。結局一人じゃねえかよ、俺。どこにあんだろうね。これ確か3つの槍がどうちゃらこうちゃらって言ったらね。こっちか。あったわ、あった。これや。ほら、あったあった。これだ。あ、来る。木が見つかってないね、まだね。まあ、いや、とりあえず作るわ、みんな。オッケー、2個作った。オッケー、2個作ったから、とりあえず2回分させるわけやな。スピアで。オッケー、2回分ぶっ刺したわ。なると、あと1回どっかで見つけてこんといかんね。あったあったあった、ここや。見つけた見つけた。よし、みんな、いけた。絶対これでいける。開いたわ。やっといけた。でもみんなこれで、あれなんよね。ちなみにさ、多分これで半分なんよ。よーし、来たぞ。またこれだ、ボスだよね。でも前回と変わってたよな。怖い。よし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 、なんとか戻せた。ほら、違う。またこれ別物じゃ。あ、これはでも一回見たやつか。これ動画で一回やってんの気がする。行きましょう。来てしまったか。行こう。もうこれ、せっかくならさ、これクリアまでやりてえわ。お願い、クリアさせてくれ、俺を。はい、走って、走って。あ、でもちょっと地形変わってるイメージ。なんかボタン押さんっていかんのやって。あ、ボタン押さなくていいんだっけ。なんかこれ、ボタン押さないといけなかったイメージなんよな。これだよね、ほら。ボタンを押してここ上がっていくわけだね。まあ、これは今一緒っすね。はい、テレポするから、ここは OB エリアだね。この OB を攻略すれば大丈夫というわけでですね。まあ、これミスらんように。これミスったらマジでめんどくせえ。もうこっからの戻し作業は多分無理。時間的に無理だから、これラストバトルなんよね。行きましょう。よし、どうだ？まだ終わんねえのか。まだ終わんねえのか。長いな、意外に。よし、行こう。こっち。はい、オッケー。完璧。ちょっと待ってみんな、ちょっと待ってみんな、待ってみんな、ちょっとおかしいって。お前200で最後やったやん。お前ふざけんじゃねえ、この野郎。ちょっと待って、助けて、みんな、みんな助けてくれ。待って、こんなところで終わりたくない。ラストだっただろ。だって確かもうボスいなかったよね、確か。ふざけんな、お前。え、はい、すいません、すいません、出してください。待って、分かった、こうして。みんな分かった、任して。こうだよ、頭がいいリリ君。何？え、何これ？え？は？おい、待ってよ。え？嘘？ちょっと待って、今198とかだったよ。なんでだよ。ラストだっただろ。
なんで蘇生できないの？あと2とかだったじゃん。はい、ということで皆さん、レインボーフレンズ×ドワーズでした。いかがでしたでしょうか。まあ、実質的なコラボということでですね、まあ、やってみたい方はやってみてください。で、いろいろね、あのドワーズの公式情報みたいなのも出てて、本物のドワーズにアップデートが入るみたいなね、動画も上がって今話題になっているので、それも出てきたらね、実況していこうかなと思います。はい、そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。